足の乗りは、うん、すごい多分いいんですけど、3万6000とか4万枚ぐらいは行くんですけど、でも今だったらもう5000とか6000枚ぐらいになってるんで、量が少ないですね。冬に最盛期を迎える海苔の生産。12月に始まり、1月から2月にピークを迎えますが、今年は出だしが不調だといいます。その要因の一つは、今月に入っても気温が高い日が続いたこと。そしてもう一つが、魚による食害です。もう伸びるはずのところをパクパク食べてくるんで、もうそのまんまに止まってしまってるみたいな感じなんですよね。特に被害が目立つのが、海水温の上昇で活動が活発化するとされるクロダイ。今月に入っても被害が出ていて、生産者らは対応に追われています。生産者の方々は非常にいろいろと努力されてて、食害対策の網を作られて、対策されたりとかいろいろ努力されてるんですけれども、なかなか簡単にいい海苔を作らせてもらえない。こうした中、今日、今シーズン初めての入札会が開かれました。県内7つの漁協から上場されたのは224万枚。去年のおよそ304万枚を80万枚下回り、過去最少となりました。また、収穫量が確保できないことから、次回の入札会は中止が決まっています。また、香川県でも同じような状況から生産は低調な滑り出しで、第1回の入札会は予定より1週間ほど延期されることになりました。岡山県漁連は、現在は順調に気温が下がっていることなどから、今後の生産枚数は増加すると期待しているとコメントしています。